ただいまより添削を始めます。まずはじめに描かれている写真をお見せします。非常に下絵は雰囲気で描かれています。ただ、添削の要点としては単調な色合いですので、少し塗り込んでみます。塗り込むポイントは中央部分をすごく塗り込んでみます。それと下絵の部分が曖昧なところがありますので、手を加えます。まずはじめに水彩ブラシを起動させます。修正はあまりありませんので、色の追加として定山クロマスクを設定します。水の量はやや多めで90%ぐらいに設定します。腕サイズは細かい部分を追加しますので、腕は細めで行います。色はペンタブレットのペンの右クリックで採取して色を塗ります。